若月由美は、日本の女優、モデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである、静岡県富士市出身、ジェスト所属、身長157.7センチメートル、血液型は O 型。小学生時代、行事の実行委員を務め、クラスで1番か2番の成績だった。小学校を卒業後、カトリック系の女子校へ進学し、 美術大学を目指して演劇部、美術部に入部しながら絵画教室に通い、中小絵画、油絵を描いた。ところが、高校2年生の時、進学した学校に優秀な学生が集まっていたことからうずもれてしまい、自分自身の気持ちに疑問を抱き始めた。そして進路に迷った結果、小学生時代に天才テレビくんという番組を見て、 モデルを夢見ていた昔の自分の気持ちを思い出し、夢を追うことを決意した。高校2年生の夏、インターネットで、乃木坂46の一期生オーディションを見つけて、応募した。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格、オーディションでは、その身の一人じゃないのよを歌った。その後、通っていた学校が、芸能活動に厳しかったため、 静岡県の高等学校から東京都の高等学校へ転校した。同年11月11日、乃木坂46公式ブログを開始した。同年12月12日、乃木坂46の活動を自粛した。2012年1月5日、乃木坂46の活動を再開した。同年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、 ぐるぐるカーテンのカップリング曲、左胸の勇気、乃木坂の歌で CD デビューした。同年9月5日、第97回にカーテンのデザイン部 A 部門で芸能人として初入選した。同年10月15日、フューチャー静岡の公式サポーターに就任した。同年11月、R の法則に出演を開始した。2013年3月、高等学校を卒業した。 同年4月7日、バットボーイズ J で、テレビドラマに初のレギュラー出演を開始した。同年5月、16人のプリンシパルドで、主要重役を制覇した。2013年9月4日、第98回二課展のデザイン部 A 部門で、再入選した。2013年9月10日、静岡新聞広告賞2013の公募部門審査員特別賞を受賞した。 2014年9月3日、第99回日課展のデザイン部 A 部門、C 部門の2部門で入選した。同年9月21日、乃木坂ってどこの、乃木坂46が大決定戦で、日村祐希をデッサンしてベスト3に選ばれた。同年12月18日、ポーカーフェイスで初の単独表紙を務めた。2015年1月10日、乃木神社で、 成人式を迎えた。同年9月2日、第100回記念に加点のデザイン部 A 部門で入選した。同年12月26日、アップル専門誌、Mac ファンで、若月ワークスワールドの連載を開始した。2016年、第101回に加点のデザイン部 A 部門で入選。2017年8月、若月に、乃木坂46の3期生、梅沢みなみ。 坂口珠美、山下瑞希を加えた4名で、若様軍団を結成。同年9月、第102回にテンのデザイン部 A 部門で入選。同年10月11日発売の、乃木坂46の 19th シングル、いつかできるから今日できるのタイプ B に、カップリング曲として、若様軍団の失恋お掃除人が収録された。同年11月7日、初の写真集。 パレットを発売。2018年9月、第103回日課展のデザイン部 A 部門で入選。同年10月1日、自身の公式ブログで11月30日をもって、乃木坂46から卒業し、卒業後も芸能活動を継続することを発表。同年11月1日から4日まで、開催の大道芸。 ワールドカップイン静岡2018をオリジナル T シャツのデザインを担当。同年11月30日、乃木坂46を卒業。同年12月4日、日本武道館で卒業セレモニーが開催された。同年12月27日、若月の地元の静岡朝日テレビで卒業特番が放送された。同年12月31日、 乃木坂46公式サイト内の公式ブログが閉鎖された。2019年9月、第104回2課店のデザイン部 A 部門で入選。2020年4月1日、芸能事務所、ゼストと業務提携したことが発表された。同年4月から小学館、オッチ美容専属モデルを務める。同年6月27日、オンラインサロン、未開発区域を開設。 同年12月、公式 YouTube チャンネル未開発クイック CH を開設。2021年7月28日発売のファッション誌、オッチにて、初の表紙モデルを担当している。同年9月8日、2冊目の写真集、アンドチョコレート発売。愛称は、ミュウミュウ、我が、若様、若月、我が月、ゆみちゃん。キャッチフレーズは、こんにちは若月。 8歳上の姉と兄がおり、祖父は美術の講師をしている。好きな食べ物はアイスクリーム。好きな本は新川直寺の4月は君の嘘。好きな曲は平井堅のグロテスクフィーチャリングアムロナミエ。好きな色は黒。好きなブランドは上越へ。おすすめの曲は立花の泉、失格、クリープハイプ、あくび、安藤優子、隣人に。 光が差すとき、テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ、平井健、グロテスク・フィーチャリング・アムロ・ナミエ。目標とする人物は、川島海香、女優兼人アイドルを目指している。映画のオーディションで、山下敦弘映画監督から演技の才能を絶賛された経験もある。憧れの人物は、高橋みなみ。テレビドラマ、今日から俺は。で共演した、橋本環奈と仲が良い。 言葉遊びやダジャレが好きで、ブログの締め言葉に、バイバイと、我が月をかけた、バカ月という略語を使用する。2013年3月、宇宙飛行士、星出明彦へインタビューした際、星出が、国際宇宙ステーションにドッキングさせた実験旨、希望に、乃木坂46の 5th シングル、君の名は、希望の歌詞をかけ、私にとって宇宙が未知の世界で想像もできない。 ものだったと述べた。趣味は、デザイン、アート、絵画、お菓子作り、少女漫画の研究。デザインでは、乃木坂46オリジナルグッズのデザインを手掛けた、経験がある。MacBook Air、MacBook Pro、iPad、iPhone などを使用している。少女漫画は、小学3年生の時に、姉の影響で読み始め、状況後、一人で過ごす時間が増えたことから、 読み漁るようになった。特技は美術。二科店に8年連続で入選している。将来の夢は物語性とメッセージ性のある写真集を作ることである。得意科目は美術、体育、国語。保有資格は5位、読解力検定準2級。乃木坂46のアンアン美脚選抜、若様軍団団長。 乃木坂46で足が細くて綺麗だと思うのは秋元真夏、信頼ごろも。好みの足は井上さゆり、樋口かな。乃木坂46で見習いたいメンバーは中本姫か中間の周りの空気を柔らかくする力に憧れる。若月によれば、ボケよりツッコミに向いている自身の傾向から周囲を面白くさせることのできるメンバーが羨ましい。 桜井玲子と仲が良く、桜井若月のコンビで、ファンからはレカ月と呼ばれている。乃木坂46において、アイドルの役割は歌って踊るだけでなく、役者のように歌に込められた物語を演じることに、あると考えている。乃木坂46では、イケメンの男役を演じたり、割り箸や一万円札を使った宴会芸をすることがある。 橋くんという割橋の宴会芸は、乃木坂工事中の企画、若月由美の脱真面目化計画で真面目な自分を変えるために、ユーモア教室を訪れた際、ユーモアスピーチコンサルタントの若林一生から伝授された。なお、12月24日放送の同番組の企画、一期生、合同卒業式にて、橋くんは、堀見ようが継承することとなった。 乃木坂46では、女優業に携わるメンバーに対し、台本のセリフ合わせを手伝うことがある。白石舞によれば、若月は、舞台経験が多く、頼れる存在である。乃木坂46で好きなミュージックビデオは、命は美しい、君の名は希望、音が出ないギター。乃木坂46眉坂46、乃木坂46、ありがとうございます。